皆様おはようございます。信頼で10万以上負けてます。メガカスのヤーマンです。ボコボコです。視聴者の方にこの前会ってですね、10万負けてるんですよねって話したら、僕アマデジで最近10万買ったんですよっていう、アマバカボンかなと思ったんですよ。違うんですよ。で、77分の1のビッグドリームマジで4万発まで出ますって言われたはと思って、データ見たらマジだったんですよ。ってことで今日は10万円回収するためにビッグドリームうちにやってまいりました。もう319なんてスマスロなんて打つ必要はないんだ。77分の1が本当か嘘かは知らんけど、とにかくその人の言葉を信じて、ファミリーの言葉を信じていく気合を込めたメガカスタム。見てください皆さん、もうすでに今日1万発出てるんですよ。前日こっから伸びて3万5000発出てる。俺これ今日やります。神様仏様、僕の夢である3万発ビッグドリームをください。入金勇気ある挑戦者よ、大いなる夢をその手に掴むのだ。さあ選ぶがいい。そうだね、ここで 33% が取れるかどうか。チャンスアップはない。チャンスアップがない時は右だって誰かが言ってました。さあ、いつも薄いところは引ける。チャンスアップがなくてもいけるだろう。一発目からラッシュ、カモン。そこではない。ジャッジメントって言ってくれたこの天然僧侶だ。セブンインパクト、チュンチュン。なるほど、確定数が長いね。キュンキュン、ハチハチ、77分の1のサブ1、実質200分の1だと今打ってて気づきました。カモン、出玉欲しい。ゴールデンゲーム、薄いところはいけるんです。今より伝説を超える。伝説を作る1600発目と見せてやるぜ。気合いはこれがメガカスタム。
ここで転落しても大丈夫な感じか。さあ、もう間に合うか。こういう変化ね。さあ、どうなの流れで。こういう、モード変えたからって終わるんじゃないよ。結構、モード変わった。さあ、どっち神代かもしれない。サミーさん、アマ作らせたらすごい会社だと僕は思ってます。ダンバイン以来のアマのヒットかもしれません。僕の中ではあと2万発で寝台分まくれます。お願いします。先輩、ジャッジメント、どんだけ反応のよ。さあ残り4000発になってない。
が揺れてる。真ん中で分かってるな。外したら全のまでも見えるぞ。神様、仏様、視聴者様、カモン、ゴー。マジか、一発出せばいいから。みんな行くぜ、まくりまで2万6000発。楽しい。ギガカスタム絶対に落とさない。絶対決める。やめろよ。チャージ。いや、嘘でしょ。まだ7回転。は、ラストジャッジメント、ラストジャッジメント。いや、嘘でしょ。さすがにそれはない。はい。また来るがいい。いや、まだ1分も。復活よ。新域接近ゾーン。はあ、反発状態になってるやん。俺の喜び返せよ。になればジャッジメントって書いてあったんだけど、リーチになればジャッジメントって書いてあったんだけど、これ来るよね。まとまってきた。ジャッジメント、どうした、ワンプッシュ。まあ、現在3分の2。え、パスも揺れてるんだけど、どういうことだ。2つ揺れは初めてです。薄いところは引ける。リベンジさせてください。お願いします。よっ、やめろよ。はあ、嘘だろ。嘘だって。意味が分かる。ラストジャッジメント。あ、嘘だよな。はあ、また来るがいい。本当に新域接近ゾーン。これもダメだ。毒だと思う。頭は行く。よし、間に合った。2233発。ジャッジメント、今度こそチャンスアップする。ちょうだい。揺れてる。これだ。大丈夫。33%。チャンスアップがあればいけるから。はい、出て。はい。そこではない。まだ。開かないで。揺れてたじゃん。これは当たりだろう。よくある。まあ、ジャッジメント。真ん中取り。じゃあ真ん中でしょう。もう一回。やらせてくれ。はい。そこではない。なんだっけ。ジャッジメント。
左ってことはこの横なんですよ。分かったんです。素直に選んじゃダメだ。さっきから震えてるところの横でした。3分の1掴み取ります。いきます。はい。そこではない。なんでだ、なんでだ。長い道を示せ。行け。赤ジャッジメントだったらいいってこと。紫もいいけど赤がいい。いいよいいよいいよ。赤じゃねっかい。じゃあダメじゃん。真ん中だけだね。真ん中だってことは左だ。残り1856。俺もう入るまであと1回入るまでやるから。もう一歩も引かぬ覚悟。全のまでか入って万発出すかだ。そこではない。真ん中じゃないよな。おやっぱり素直にここでいいや。左打ち。ああ3あたりはいいんじゃないの。俺がもうラストチャンスかもしれない。ジャッジメント。俺の万発取り返す。やっぱりもうこんな揺れてるこっちに決まってるやろ。パチンカス2分の1を決めれなきゃパチンカスなんてできねえだろ。決めて俺の10万返せ。ありがとうカモン。ここまで粘ったよ。1,2,3,4,5,6 する。全てを巻き戻そう。泣いても笑ってもこれがラストチャンス。3万発とか言いません。万発頼む。同じことをもう一回やるだけ。これで勝ち逃げする。今日は泣いても笑っても最後のペタカスタム。よーし万発回避。ようやく回避。赤放流になってました。さあ3放流これ1回転ね。やっぱり赤放流残ってた。1ゲームで進出です。これ10ラウンド3回分です。久しぶりです。今日の人は完了。まだある。復活。ラストジャッジメント。ラストジャッジメント。頼む。まだ終わりたくない。絶対足りない。また来るがいい。まだある。行く。新規接近ゾーン。ありがとうございました。実践終了。お疲れ様でした。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。メガカスワン切りからの垂れ込みでビッグドリームの甘むちゃくちゃ甘いぞということで実践してきたんですけれども、感想を述べさせていただきます。むちゃくちゃ波荒くてむちゃくちゃ甘いんじゃないかなっていう気持ちもありつつ、これ甘じゃねえぞっていう気持ちもありつつ、ただね77分の1なので役物の貞子をやるよりはまだ
甘いのかなと個人的には思いました。ちなみに今回僕の気持ちの中でもう一回打ちたいなとか、最初出玉を作りたいなって思った時に打つのはいいんじゃないのかなと、ワンチャン狙いで。ちょっと、ね、後追いをすると今日の僕みたいになってしまうので、皆様も気をつけてください。今回6000円投資回収11,500円、大きく負けて小さく勝つ、それでも小さな一歩が大きな一歩になります。ぜひチャンネル登録と高評価20万人目指しておりますので、メガカスの生き様、信頼実践の生き様を見届けてください。応援よろしくお願いいたします。それではまた。俺ビッグなドリームつかめるような男になりたいな。